今、5S 活動を積極的に進めている会社が数多くあります。その 5S 活動をこのような定点撮影チャートを使って成果を上げている会社が増えています。この定点撮影方式とは何か、ここではその考え方と進め方を実際の進行に沿いながらご紹介いたします。5S 活動の 5S とは、もうお分かりですよね。整理、整頓、清掃、清潔、しつけ。そしてその一つ一つを確実に習慣化させることによって 5S 活動は成立するのです。ちょっとここで 5S についてもう一度定義付けをしてみましょう。整理とは、必要なものと不必要なものに分類して、不要なものは処分し、必要なものは適当な保管方法を考えて職場の身の回りをすっきりさせるということです。整頓とは、欲しいものが欲しいときにいつでもすぐに取り出せる状態にしておくということです。次は清掃です。清掃とは、身の回りや職場、設備などを徹底的に吐いたり吹き込んだりして、ゴミなし、汚れなし、ヘドロなし、油漏れなしの状態にしてピカピカにするということです。清潔とは、汚れや油漏れなどを取り除き、きれいにしてある状態に維持していくことを言います。清潔な職場の実現こそ、働きがいのある優れた職場環境と言えるでしょう。しつけという言葉は、和服を仕立てた際に折り目をつけるなどのために白い糸で癖をつけるしつけというところから来ています。まさに身を美しくするための癖をつける、4つの S を確実に行う良い癖を身につけるという意味なのです。さらに 5S 活動は、このような5つの S を確実に定着させなくては意味がありません。つまり活動は習慣にしていかなくてはならないのです。ではこの 5S 活動を習慣化させ、よりよく進めるにはどうしたらよいのでしょうか。この 5S 活動を満足させるツールの一つに、定点撮影方式があります。ここで定点撮影方式についてご紹介いたしましょう。定点とは、定まった位置、一定の場所という意味です。海洋上の定まった地点に浮かせたロボットは、航空機、船舶の航行の安全などのために気象・海洋観測情報を人工衛星に送っています。また人工衛星自体は、定点で雲の分布などを観測していることは皆さんもご承知の通りです。つまり一定の地点を設定することで、刻々と変わる気象・海洋の変化を知らせているのです。